車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルエゾソフトです。8月23日日曜日、第2回目ということで、本日もお届けしていきたいと思います。前回ですね、初めてこう第1回目ということで始めた時にですね、お話ししたんですけども、ちょっと僕のクルーズソフトのチャンネル登録者数が500人に迫っていますよということで、皆さんありがとうございますってお話をしたところですね、今週ですね、100名近いチャンネル登録者数がありまして、今度は600名近くなってきてましてですね、本当皆さんに聞いていただいて本当とても嬉しく思っております。ありがとうございます。早速ですね、今週1週間のちょっと車の動きを見ていきたいなと思うんですけども、ランドクルーザーが予定通り今週の頭に、マイナーチェンジをしました。200系ですね、フルモデルチェンジではなくてあくまでも200系のマイナーチェンジということで、結構ひっそりと思ったよりこうやっぱりマイナーチェンジなので、大々的にこうメーカーも宣伝かけてきたりとか、ドーンとこう新車発表会みたいなのはないので、やんわりとこうモデルチェンジがされたなって、マイナーチェンジがされたなっていう印象です。で、見た感じのね、車の形とかそのデザインなんていうのは、当初の雑誌とかでこうスクープされてたような形ともほとんどまあ変わらず、あ、なるほど、やっぱりこういう形になったんだなっていう形で、そんなにこの、まあ、情報として知ってたので、あまり驚きはなかったんですけれども、改めてですね、車の方をよく見てみると、非常にこう、US 色、アメリカにこう、輸入されてるトヨタのアメリカモデルで、タンドラっていうトラックがあるんだ、トラックが、ピックアップトラックがあるんですけども、かなりフロントのマスコットがタンドラに近い、タンドラっぽく見えるなと、タンドラの感じが出ていて、私個人的にはその US 色が強く出た感じなデザインだなっていう印象を持ちました。はい、それがランドクルーザーですね、200のこの後期型、現行が出たので後期型となりますね。なので今まで後期型だったものが中期型の2代目中期型になるという形で、なかなかランクルの方がまたこう複雑な構成、200系複雑な構成になってきましたので、一度どこかでですね、新しい動画を作って整理したいなと思っています。はい、あとですね、気になるところというとですね、シエンタですね、トヨタのシエンタなんですけども、もうすごいことが起きましたね。発売後1ヶ月で、もともとなんか月間目標台数は7000台だったそうなんですけども、まあ、7倍の4万9000台を受注ということで、すごい人気なんだなと思いました。私個人的にはですね、まあ、新しい新型シエンタを見た時に、なかなか特徴のある色とデザインと、特徴があるのがこうフロントのライトとリアのヘッドライト、リアのこうテールランプからこう下にこう垂れてる、なんていうか黒い線っていうんですかね、黒い太いこうデザイン上のこう衣装があるんですけど、まあ、それがこうなんか涙を流してるような、黒い涙を流してるような印象をちょっと受けてしまって、なんか面白い奇抜なことしたなと思って、これはこう世間様にこうどう流行るのかなって思ってたら、まあ、すごい流行っていてかなり驚きました。例えば車の世界でこう車が売れるか売れないかみたいな、こう為替相場の FX みたいな、 FX の車版みたいなのがあって、この車が売れるか売れないかでこうもしこう仮に投資ができたとしたら、私は間違いなく負け越してますね。シエンタに関してはちょっとこれは一般受けしないんじゃないかなと思ったら、もうドーンとこんな売れてしまったので、ちょっと自分の見る目がないんだなというふうに感じてしまいました。特にこのコンパクトカーですとか軽自動車っていうのは、私特にこの FX がもしあったとしたら外しまくっていてですね、割とミニバンですとか、まあ、セダンとか自分の得意としているジャンルだったり専門的な分野っていうのは割と当たるというか、なるほどなというところで自分の読み通り行くんですけども、最近で言うとやっぱ軽自動車のハスラーとかは思いっきり私読みを外しましたね。なかなかこの車こういうのって今若者に受けるのかなってかなり疑問視を持ってたところ、ものすごく人気のある車になって、ハスラー見ない日がないんじゃないかっていうぐらいよく見る車なんですけども、つくづくこう自分に言うとこうやっぱ苦手な領域の苦手な車種の分野もあるんだなっていうことで、まあ、そういうとこ楽しく自分で感じたりしてるんですけれども、今回のシエンタもものすごく売れてるということで、まあ、今後のね動向を楽しみに見ていきたいなと思っています。車大好き僕のラジオ。それではエンディングになります。第2回目のラジオ、皆さんいかがでしたでしょうか。
今ですね、実はちょっと動画を一本作ってる最中で、タイトルはですね、みんな大好きリアフォグということで、リアフォグですね、リアフォグに関連して、それに特化して、リアフォグの仕組みですとか、あとは、リアフォグにまつわるこう人間の感情みたいなものをちょっと面白いところで切り口で作ってみようかなと思って今そういう動画を作ってますので、早ければ、今日中、遅くても来週の中ぐらいまでには、1本公開できるかなと思っていますので、こちらもぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。あとですね、このラジオはですね、日曜日の夕方に公開できるようにしていきたいなと思いますので、来週も日曜日、夕方までには公開いたしますので、皆さんが楽しく聞いていただけるような番組にしたいなと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。本日は聞いてくださいまして、誠にありがとうございました。クルーズソフトでした。